5. 夢の英雄それから2ヶ月は楽しかったカナダのアルバータやニューメキシコのサンタフェミシガンのランシングなど初めてのところにも行っただが旅行には困った面もあった天候と飛行機の欠航のせいでメイン州ポートランドからサンタフェまで1日に4便も乗り継がなければならなかった全く嫌になる おまけに、欠航便の代わりのチケットを空港で取り直すと、コンピューター画面には、僕がたった今チケットを購入したと出た、1ヶ月半も前に購入済みだったのに、24時間以内にチケットを購入したものは、セキュリティ上危険があるとして、要注意人物扱いされる、要注意人物は自動的に列から外されて、徹底的に身体検査され、手荷物も隅から隅まで調べられて、遅くなるは恥ずかしいわ、 苛立つはとさ々な目に遭う2001年9月11日にハイジャック事件を起こした犯人のほとんどはサウジアラビアから来たというのにアメリカ政府は僕のようにしょっちゅう空の旅をする者の,のほか子供や老女まで調べまくっているが考えると実に不思議なことだ一方同時多発テロの後にはほとんど誰もが足止めを食らっていたのにビンラディン一族は9月11日の事件の1週間後に 事情聴取もされずに国外に出ることを許されたその後外国へ行った時よその国の空港にはもっと高度な検査設備があってアメリカのようにノートパソコンをバッグから出してケースを開けて検査を受けなくてもいいことを知った荷物用ゴンドラでさえもっと技術的に進んでいるきちんとした情報政策が立てられず企業の援護主義と腐敗が蔓延して国を動かしているために アメリカがこんなに遅れをとっていることに僕はびっくりしたそれでもこれも一つの許しの機会 JAFO に過ぎないと考えるように努めいつものようにうまくいった JAFOJUST ANOTHERFOGIVENESS o p t u n i t y インターネット上のグループは許しの機会を JAFO と言い並ばしているしかしだからといって我が国の愚劣さをなんとかしなくていいということになるだろうか 何何とかかしななななくてはなららいいいののをすればいいのかアメリカ人が国政選挙で恐怖以外の何かに反応するなんて可能性はどのくらいあるのだろう報道されるニュースをざっと見ただけで9月11日の悲劇を都合よく利用するためなら何でもするつもりの専門家たちに市民の大多数が操られていることがわかるだが大体において旅は面白かったし ワークショップの出席者たちからもエネルギーをもらうおかげで朝よりも長い一日を終えてからの方が気分爽快なこともあった自分を通じて何かが表現されている感じで情報があまりにスムーズに流れていくので対外離脱してワークショップを司会している自分自身を眺めているような体験をすることもあった出会う人たちからはよく僕の周りにいろんな形や色の光が見えると言われるしまた 僕の顔が変化して急に若返ったと言われることもある。旅先では一日のどこかで参加者のほとんど全員と言葉を交わすがそういう時にはきっとその日のイベントと本のお礼を言われた。そんな時旅をするように導かれて本当に良かったと幸せな気持ちになった。旅に出なければ奇跡のコースと神の使者が人々にどんなに大きな感銘を与えているか知らなかっただろう。 温かい E メールをもらうことがあってもメールでは相手の表情も声の調子もわからないだが実際に会えば相手の気持ちがありありと伝わってくる僕は8月末と予想したアーテンとパーサの次の訪問をすごく期待していた現れた彼らはいつものように余分な手間をかけずに本題に入った「君はパッションについて話したいんだろ?」 あの映画の中でイエスはというか僕たちはこれからもジェイと呼ぶがジェイのやつでも呼び方は何でもいいけどねあの映画の中ではジェイは始終苦しみ苦悩に打ちひしがれる姿で描かれていたねだが本当はあんな風ではなかった彼は穏やかな微笑みを浮かべた平和な人物だったよ目はいつも澄んで愛をたたいていた彼は 恐れるものなど何もないと知っていたから恐怖はなかったこの世界のものは一切彼に影響を与えることはなかった彼は体ではなかった自分を特別な存在だと考えていたんじゃないんだよ彼はファッション受難ではなくコンパッション慈悲のシンボルだった映画を見てあなたはどう感じたのそうだな。行ってみたら、 街角まででっと行列ができていたんだよねみんなすごく興奮してさまるで災来か何かのようだった何の災来か映画館の中に入るまでわからなかったけどあれは血まみれの恐ろしい映画だった座って映画を見ているのは楽しいどころか拷問のようだったよ J の体を文字通り切り裂いて見せているんだから映画の冒頭からすでにどう見たって J は恐怖におののいて行動している 怒っているし、蛇を踏んで、蛇の中には悪魔がいるからと殺してしまうし、アーテンが今言ったような人だったなんて、欠片も感じられないんだ。わかるかな映画の初めの方の庭園の場面で、ユダがやってきてキスをする。そこでジェイは、口づけで人の子を裏切ろうとするのか、という聖書の有名な言葉を言う。僕はすぐに、コースの卓球のメッセージという書を思い出したよ。あそこでジェイは、 真のメッセージは、組織宗教が後にでっち上げたものとは違うと教えている。そして、ある箇所では彼はこんなふうに言ってるんだ。間違いないように原文を読んでみよう。彼は言う、私が裏切りを信じていない限り、口づけで人の子を裏切ろうとするのかというはずはない。卓系の全メッセージとは、単純に私がそれを信じてはいないということである。 私がユダに罰が下るように求めたというのも同様の間違いであるユダは私の兄弟であり神の息子であって私自身と同じ神の息子としての性質を分かち持っている罪を問うなどありえないことを身をもって示そうとする私が彼を糾弾するはずがあるだろうか映画は最初から終わりまで J の体を非常に特別なものとして描いている その前提は彼が他者の罪を贖うための犠牲にならなければならないということなんだ。だけどあんた方がイザヤ書の引用で教えてくれたようにその考え方は非常に古いものでその後に生まれた宗教がその考え方を J に重ね合わせたにすぎないそんな考え方自体が人間みたいな神を言い換えれば狂気の神を想定しているという事実は全く無視されている。あの映画も それから映画が描く宗教も苦悩と犠牲を賛美しているそして観客は9歳や10歳の子供を連れてあの映画を見に来ている映画館から出てくる人たちの顔は子供たちにこんなふうに言っているように見えたなほらよく見ただろうイエス様がお前のために何をしてくれたか見たねイエス様はお前のために苦しみその身を犠牲にしてくださったことが分かっただろうお前は 罪に汚れた小さなろくでなしなんださあ。今度はお前はイエス様のために何をする。お前はクリスチャンになるんだ。わかるな。<laughs> その通りだ。そしてそれが宗教が成功する秘訣なんだよ。